Hi there! I'm Danny Tang, the founder of Boxu. My love of Japanese senbei rice crackers has brought me to sunny Saitama Prefecture to meet with a family-run senbei maker since 1966. They use modern ingredients and traditional baking processes to craft innovative flavors such as turmeric, black sesame, and chili. Let's dive deeper to see why they love crafting rice into this delicious snack. の名前は押し久保明義です。私は名前は押し久保明則と言うんです。センベラボというのはですね、出身は東京で生まれて、5歳で栃木強制疎開ですね。戦後、皆さんそうなんですけど、食べられない時代がありまして、食品関係にちょっと携わっていきたいなということで、たまたま米に関係していれば、食べられるんじゃないかというようなところから。これはやはり最初は卸業といって問屋業ですね。それは始まったんですね。それが41年で、こちらへ来たのがそれから18年経ってからこっち来たんですね、八代には。うち創業が53年ってことですから、僕が生まれる前からおせんべい屋さんだったので、生まれてすぐは多分こういうちっちゃい缶に入れられて、育ってました。ちょっとキラキラ眩しい感じをなんとなく覚えてる気がします。しっかりしないと、ここでみんな生活を立ててるわけですから、ね、みんなその親戚一同の、ね、生活を守っていくためにも一生懸命仕事しないとなっていうのはありますね。うちの親戚一同全部合わせると10人程度は血族ですね、血縁関係あります。お客さんに美味しかったわとか、どこで売ってるのとか、よりもっと頑張らなきゃとか、もっと美味しいものを作らなきゃとか、そういうふうに思いますので、それが一番嬉しいですかね。これからも同じようにお客様に手に取ってもらえる商品っていうのが、やっぱりうちみたいな会社だとやっぱり手作り感を大事にしないと、機械が全部作ってますっていうんじゃなくて、一つ一つの商品に対して人間の手がしっかり加わっていて、そこで付加価値をつけてあげて、これはすごく大変な商品だっていうふうに見てもらえるような商品を作っていきたいなとは思いますね。見て楽しんで、食べて楽しんで、あとは自分で作ってたりとかして楽しめるような製品をこれからもどんどん作っていきたいと思っているので、ぜひ一度召し上がってみてください。